ハロー、こんにちは、日本。皆様、マステクのアットキでございます。なんと、今日は僕もいるよ。マステクのイシスの人です。そうだね、久しぶりだね、動画としては。はい、そうですね。というわけで、今回、新しいゲームとしてね、カオスアカデミーが数日前にリリースされまして、はい、で実際プレイしてた頃、僕たち、マステクメンバーはもう大興奮。最高だ、これって言って遊んでます。うん、というわけで今日はですね、皆さんもしかしたらこれから始めるかもしれないっていう皆さんにですね、ちょっと、まあ、いろんなクランというか、リーダーが選べますので、どのリーダーがいいのかっていうのをね、ちょっと解説しながら説明していきたいと思います。はい、お願いします。まずですね、現在ね、存在するリーダーっていうのが、まあ、失楽園、ソロモン、本明堂、シュラド、神州、クトゥルフで、中立はちょっとリーダーとしては選択できませんので、実質この6名になります。はい、で最初皆さんチュートリアルが終了するとですね、好きなグループを一つ選ぶことができて、そちらから、専用のパックを引くことができます。うん、その時の選択肢にはですね、クトゥルフは存在しませんので、ここらこっちですね、ドラクエン、ソロモン、陰陽道、シュラド、神州から選んでもらうことになります。はい、なので今回私たちはちょっとこの5つのグループについて、まあ、特徴と、まあ、どれがおすすめか、初心者におすすめかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。はい、お願いします。じゃあまず失楽園からいきましょう。はい、アトキさん、失楽園ってどんなデッキか分かります？パッて使ってみた感じ、状態異常を駆使するデッキでいいのかな。はい、このゲームはですね、状態異常が使えるデッキ、まあカードっていうのがね、現在ではおそらく失楽園だけかな、フリーランスでもしかしたら何枚かあるかもしれないですが、メインで使えるのは、こちら失楽園のメンバーになります。でどういったデッキコンセプトになっているかっていうと、もちろん相手に状態異常をかけて、まあ、妨害をする。他には自分のキャラクターに状態異常をかけて、それをバフに転化して活躍させる、はい、と、まあ、主な道としてはこの2つになります。で、内包しているカードの中にはですね、もちろん状態異常をかけてしまうようなカード、この中身に、ヒーロー1枚に状態異常を与えるっていったカードとかですね。ちなみにこの状態異常っていうのはですね、4種類の状態異常からランダムで1つ指定されて勝手に付与されます。まあ、どういう状態異常があるのかっていうのは、まあ、ざっくり言ってしまうと、麻痺、行動不能ですね、一旦行動不能になります。睡眠、こちらも一旦行動不能なのですが、行動不能の間に攻撃を食らうと睡眠は解除されます。次に暗闇ですね、こちらは移動はできるが攻撃はできない。最後に足止め、これ逆ですね、攻撃はできるが移動はできない。複雑ですね。4つの状態異常からランダムに1つ選択されます。めんどくさいですよね、ちょっと、はい、で、もちろん状態異常をかけるカードは豊富なのですが、そもそもリーダーのスキルとしてですね、2コスト支払うことで相手に選択したユニット1つに状態異常を与えることができます。いや、これは便利で、結構便利で、なかなかね、ユニットっていう選択肢になってるのカードってなかなかないんですよ。この呪いもヒーローですよね、はいはいはい、でこっちもヒーローなんですね、っていう風にユニットになると相手リーダーも込みで選択することができるようになります。はいはいはい、はい、では、まあ、どういった戦い方をしていくかっていう話なんですが、で有名なのは、とりあえず状態異常かかった状態になると威力が上がる魔法カードとかがあります。こちらが代表的なものですね。全てのヒーローに1ダメージを与える。もしターゲットが状態異常の場合、さらに2ダメージ追加、便利。もしくはこちら単体ですね、ヒーロー1体に2ダメージ、もし状態異常だった場合は代わりに4ダメージ。2コストか、これ本当に2コスト。これが2コストですよ。あとこちらもなかなか優秀ですね。幻覚、状態異常中のヒーロー1枚をコピーして自分の手札に入れる。ああ、便利。これはちょっとトリッキーな使い方になってきますが、まあ、高コストのキャラクターを SSR ってこのゲーム1枚しか入れることはできないんですが、こちらの幻覚を使うことで、まあ、ルシファーを2体とかサタンを2体とか手札に加えることができちゃうんですね。で他に代表的なキャラクターといいますと、まずこちらですね、レビアタン、自分のターン終了時にランダムで敵のヒーロー1体に状態異常を与える。いるだけで敵からしたら鬱陶しいと言わんばかりのキャラクターになります。なるほど。で対照的なのはこちらです、ベルフェゴール、ターン終了時味方の君主の HP が1回復する、持久戦に得意なタイプですね。シンプルに強い。この敵はですね、実は高コストになればなるほど
性能が優秀なキャラクターが多いです。例えばこちら、状態異常になると味方勲章の HP を3回復するっていう、これやばいですよね、うん、で5コストでステータス4-5で挑発持ちなのでとても使い勝手が良いです。はいはいはい。なので高コストになるまで耐えるっていうのは結構多いかなと思います、うん、そのため前半ではね、回復が使えるキャラクターとか状態異常で相手を足止めするといった戦法がよく使われるかなと思います。はい。まあ、特徴としては状態異常を駆使して相手を足止めし、高コストのキャラクターで最後ぶん殴って倒すっていうのがイメージです。シンプル、シンプル、うん、使えばシンプルじゃないけど次の説明に行きましょう、はい、ソロモン、こちらは初心者にはあまりおすすめできないちょっとテクニカルなデッキになります、はい、まずリーダーのスキルから見てみましょう。君主以外のユニット1枚ランダムのマスに転送する、うん、なんか直接害をなすようなタイプのスキルではないですね、うん、あとランダム要素がでけえな多分ランダム要素がでかいですね。このソロモンのデッキグループではですね、一番の特徴は仕掛け、はいはい、そして罠ですね。はいはいはい、この2つはね、どちらも裏側表示でセットすることができるカードになります、うん、罠は相手がその2つセットしたカードを攻撃した場合ですね発動する、うん、まあ、トラップカードっていうものですね、いわゆる、うん、でまあ、このボルテックスの場合は発動した時に敵ユニット1体に麻痺を与えて発動成功するとボルテックス2っていうのを手札に加えます、うん、まあ、これ どういうことかっていうと罠がどんどん進化していくんですね、はいはいはい、どんどん性能がいいものになってきます。今度はユニット3体に麻痺を与える。で、ボルテックス3になると、すべての敵ユニットに麻痺を与えるって感じですね。まあ、手札を減らさないで済むんですよね、発動に成功さえすれば。そうだね。で、仕掛けも同じようなものが何個かあります。こちらも周囲の味方のヒーローの HP プラス2。で、発動に成功すると、今度は命の作品2を手札に。こちらは周囲の味方のヒーローが HP プラス2だけじゃなくて、攻撃力プラス1も入るよと。うん、そういう風に強化されていくんですね、はい、ただ仕掛けと罠っていうのはすごく厄介でして、罠は相手が踏み抜いたら発動する、仕掛けは相手に踏み抜かれてしまうと発動できなくなってしまうといった特徴があります。でモンスターたちもですね、基本的には裏側にすることで効果を発揮するカードが多いです、はい、効果名ですね、潜伏攻撃というものがまあ代表的なものになりますね。ちょっと潜伏攻撃どこにいるかわからないんですけど誰だろう、誰だ、相手、相手、相手だ。ただこちらですね、登場はまあ普通に召喚した時の効果です。で潜伏攻撃は裏伏せ目でセットした後に表側に戻した時、自分から表側に戻した時に発動する効果です、はい、このアンドラスは回復させるか敵君主にダメージ与えるかの2択で選択できるわけですね。使い分けが可能です、うん、他にも、罠をセットさせるカードなどもあります。こちら、おたけびでランダムな空きマスに仕掛け、もしくはトラップを、まあ、バナカードを1枚召喚するといった効果になります。はいはいはい。このデッキにおいては主軸になっていくでしょう。ただし、このデッキ何が難しいかというと、罠を駆使しないと戦えない。モンスター自体はですね、あんまり効果が強力なものはそんなにいないんですね。なので、罠を駆使しないといけないのですが、罠を使うのはとても難しい。なぜなら移動を動かすことができないから、一度設定してしまったらその場所から変更することはできないのです。そう、あと相手さんに心理戦をどう仕掛けるかにもよるよね、罠って。そうなんですよね、罠ってもう分かりきってたら踏みません、うん、し仕掛けだってバレてしまったらすぐ壊されてしまいます、うん、これをどのように騙して騙し抜くのかっていうのが大事になってきますね、うん、ちなみに転送で罠の場所を交換できる可能性もあります。多分できたと思います。できた、はい。でまあこのソロモンが使い、まあ、強いとは思うんです。実際対戦相手になった時にしっかり罠とか使用されるととても厄介ですが、うん、ちょっと最初からいきなりこのレベルの心理戦を繰り広げるとなると、ちょっと初心者にはちょっとさすがにおすすめはできません。はい、はい、ではオムヨドですね。はい、まあ、要はキャラをいっぱい出していっぱい袋叩きにしようって感じですね。そうですね、シンプルです。とりあえずリーダースキルから見ていきましょう、うん、まあ、スキル説明、指定のマスに11の妖骨を召喚する、うん、まあ、特に効果はないです。ただの11ステータスのキャラクターを1体置けるっていうだけですね、うん、で他のカードはですね、とにかく効果が多いです。挑発、移動距離が2マス、はいはい、おたけび、妖骨2枚手札にといった風にカード自体に大体効果がついてるんですね。とてもシンプルな効果です。
断末魔敵君子にダメージを与えるとかですね。コンボじゃなくて単体で強い気がするね、ほぼ。そうなんですね、うん、1枚1枚強いっていうのが特徴的な、まあ、グループになりますね、うん、もちろん、まあ、コンボもあるんですけれども、複雑なものはそんなにありません。大体2枚、うん、多くて3枚で完結するようなコンボが多いです、はいはいはい、ではお手軽コンボについてちょっと軽く説明しておきましょう、うん、このデッキのコンボの軸になるカードはですね、こちらです。口寄せ魔法ですね、はい、全ての空きマスに01の敵ラウア、読みづらいです、敵ラウア召喚する、うん、この敵ラウアは移動できない、自分のターン終了時に自戒します、うん、で隣接する敵ユニットに1ダメージを与えていくっていう形になりますね、はい、これがじゃあどうやってコンボになっていくのかと言いますと、これ茨城同士味方ヒーローが1枚死ぬために ATK プラス1を得る、うん、これさっきの口寄せで呼んだものが全て死んでしまうんですね、最後自分のターンの終了時には、うん、つまり空きマス分だけ茨城同士の攻撃力が上がります。ファンタスティック。それだけでも、まあ、分かる、強い強さが分かる。他にはですね、この子ですね、味方のヒーロー1枚につき ATK プラス1を得る椿姫、うん、こちらも同じように使うことができます、はいはい、で、まだ1回も成功させたことがないロマン砲もあります。ちょっとこちら私の所持カードには今ないのですが、ちょっと未所持の方を見ていきますと、こちら SSR カードですね。あ、はいはい、あ、詳細、効果がですね、すべての味方ヒーローを消滅させて弾の前を召喚します。でそのステータスが消滅させたヒーローの数の2倍になるんですね、うん、まあ空きマスすべてを埋め尽くすほどの、まあ、モブを召喚してすべて生贄に捧げて究極の弾の前を召喚する。強い、ありますね、ファンタスティック。というわけで、こんな感じ、単純に強い、うん、カード1枚1枚が強い、特に考えなくても割と使えてしまう、はい、というのがこちら陰陽道になります。はい、まあ、シンプルなので初心者にはおすすめナンバーワンと言っても過言ではないでしょう、はい、次修羅道に移りたいと思います。はい、修羅道はですね、今までのものとは違ってですね、なんとリーダー自身が戦うようなグループになります、はい、リーダーのスキルからしても分かる、自身に10の邪魔打針を1個装備する。本来ですね、君主っていうのは攻撃力が0なものです。で装備カードをつけることも基本的には無理です、うん、ただしこのグループでは君主に装備できる専用装備がたくさん入っています、はい、まあ、簡単なことですね、リーダーは後ろで指揮を出すんじゃなくて前線で戦えと言わんばかりの脳筋クランです。ルーシあの人も知的なのに前行きますもんねそうね、はい、まあ多いのはですね、補助するカード、リーダーを補助するカードが多いです。例えば、うん、味方君主に神の盾、これは1回分のダメージを無効化する効果ですね、を付与する、うん、他にもですね、はい、結構使うものであればこちらですね、新ヒカ、おたけび、召喚したらですね、このターン中味方君主の ATK がプラス3ですよね、はい、で、もちろん無茶をしてしまうリーダーをサポートするためのカードもあります。こちらですね、インドラジット、味方君主の HP が1以下にならない、うん、死なないんですね、このカードが存在する限り味方君主が死ななくなるという、うん、不死身を与えるという恐ろしいカードですね。誰が聞いても強いよねこれは誰まあ、本人のステータスが若干コストの割には低いっていうのが問題点に挙げられるかなと思います、うん、で他にも、味方君主に代わってダメージを受ける、もうただの肉壁ですね7コストで召喚して 7HP 回復した、じゃあそれよりもお得な効果になってます、うん、まあ、そういった風に味方リーダーを守りつつ強化しながら戦っていくっていうのがこちらの修羅道になってきます、はい、まあ、あれですね、つべこぼ言わずステータス上げてぶん殴れって思ったらこのデッキがおすすめです、はい、ただ、ちょっと個人的に使ってて思ったのは、装備魔法の概念がこのゲーム他のゲームとちょっと違って、1キャラに1個しかつけれないのと次元性があること、ここだけ気をつけてやっていきましょう。はい、まあ、ちょくちょく武器を切り替えながら戦っていくっていうスタイルですね、うん、ちなみにあのスーパーサイヤ人になることもできます。こちらですね、うん、味方君主を30のキングアシュラに変身させるっていうのは、なんかもう君主変わんのっていう
そう、はい、キング柱になると、攻撃力が高いだけじゃなくて、終了時にランダムで近くにいる敵ユニット1体に、3ダメージ与えたりするので、めちゃくちゃ攻撃力が高いです。もうマジでリーダーが殴るだけです。はい。しかも HP がどんだけ低くなっても変身すると10まで回復しますので、うん、まあ、いきなり危機的な状況から一括逆転、まあ、余裕でできちゃいますね。ね、いやこれはなかなか夢があるデッキですね、うん、では次最後ですね、信州になります。ちょっとあの読み方わからないで間違ってたらちょっとコメントくださいね、うん、はい、こちらのキャラクターなんとスキルのところですね、ユニット1枚に1ダメージを与える、もう直接ダメージを与えてしまうもう何なんだって思ってしまうかもしれないですが、うん、魔法使いのデッキです。はい、どういったカードが多いかというと、水属性魔法カード1枚を、手札に追加する、雷属性魔法カードを1枚手札に追加する、はい、あ、もろもろあります。4属性あります。火、水、イカズチ、風、4属性ございます。はい、でそれぞれにいろんなカードが入っております。例えば火の、まあ、カトンの術とかカトンの術とか、ちょっと待って、カトンの術とカトンの術で、あれ効果違うんだ、この2つ、あ、円筒か、よく見たら円筒か、円筒だった、はいはい、こんな感じで何種類か存在しまして、まあ、それらがねランダムで手札に加わっていくんですね。こいつら何が恐ろしいかって、コストの割に性能がえぐい。えぐい。見てください、これ、ちょっと、これ、特にこれ、1コストで敵君主に2から3ダメージ与える。問答無用。合計4ダメージでランダムで全ての敵ユニットに与える。これ、2コストですよ。うん。といったふうに、通常とドローでは手に入らない代わりに、効果で手札に加えていくといったふうになります。はい。で、キャラクターも、そういった魔法を追加するためのカード。いや、例えば魔法を使えば使うほど性能が上がっていくといったカードも存在します。はい、6色コスト2なんですけど、火属性の魔法カードを使うためにステータスが1ずつ上がっていくんですね、うん、先ほど見た通り火属性の魔法コスト、まあ、大体低く抑えられてますので、ガンガンステータス上がっていきます。しかもその低いコストをさらに低くすることもできてしまうんですね。この子ですね、この子を使うと水属性の魔法カードのコストが増えてしまう代わりに、火属性の魔法カードのコストがマイナス1されます。もう使い方さえ気をつけるの大丈夫よね。はい、ものによってはコストゼロで発動しますね。あー、マジやばいね。マジです。コストゼロで相手リーダーに200、300与えるんでしょ。うん、まあそうですね、2か3ですね。200も300も与えたらもうこのゲームは始まらないですけど、2か3だわ。2か3ですね。はい、他にも火属性の魔法を発動するとランダムで周囲の敵にダメージを与えるといった補助系のカードが豊富です。最初のデッキでは火属性関係のカードが多く積まれています。あと一つだけ恐ろしいカードがあるので、効果は魔法とは全く別なんですが、こちらですね、こちらとんでもないカードがございます。強化水月ですね。なんと味方ヒーロー1枚選択し、その周囲にランダムのマスに選択したヒーローのコピーを1枚召喚する。まあ、何ができるかっていうと、1枚複製してそのまま場に出してしまうんですね。はいはいはい。4コストって書いていますが、あのコピーするヒーローに関してはコストの制限などはございません。もっと強いのを呼べばいい。つまりですよ、まあ、10コストのキャラクターパチれるわけですね。もうとは特徴としては、魔法のカードをね、どうにかして手札に加えて、それらを駆使して相手を圧倒する。あ、どうなんですかね、コンボというよりも、まあ、貯蓄していって、あとね、最後に一気に出していくって感じですかね。はい。と、デッキになっています、うん。魔法カードの中には、こんな簡単に水属性魔法2枚得るとか、そういった魔法も存在します。うん、あ、以上、これで5つのクラン、グループの説明が終わりました。はい。まあ、最後にもう一回、おすすめを紹介しますと、まあ、1番は陰陽道です、はい。扱いやすさがナンバーワン。次に、まあ、序盤から結構勝てる、まあ、勝ちやすいですね、理解したら勝ちやすいっていうのが失楽園になります、はい、反面ちょっと扱いが難しくてあまりおすすめできないっていうのがソロモン、うん、こちらは罠などを使うので、心理戦などが得意な方はトライしてみてください、はい、で時点修羅道リーダーが前に突っ込んでいくのでサポートを失敗してしまうと手痛い反撃を食らい扱いが難しいです、はい、新種はですね、まあ、扱いやすさ強さともにバランスが良いといったイメージを、まあ、感じますね、うん、
で、火属性や水属性、イカズチ属性、風属性とどれかに特化したデッキも組めるし、複合属性で組むこともできるので、自分なりのパターンを探し出してみてください。はい。クトゥルフは今後どっかで紹介します。はい。まあ、あくまでね、これらは、初心者向け、特に、カードゲームがあまりやったことない人向けの、解説になりますので、ぶっちゃけ全てのデッキをね、使いこなせれば、間違いなく全部強いと思います。まあ、そこを一応踏まえて、あと、あくまで我々の個人的な判断であることも、一応留意しておいてくださいませ。というわけで、じゃあ今回の動画はこんな感じかな。はい、次回は、まあ、次回からはですね、一つ一つのクランに焦点を当てて紹介をしていきたいと思います。はい、対戦動画を楽しみにお待ちくださいませ。というわけで、今回の動画はこんな感じ。楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価、まだお済みでない方、ぜひぜひよろしくお願いいたします。次の動画で皆さんまた。先に一人で帰っちゃった。次の動画でまたお会いしましょう。サラダバ。はい、皆さん今日も動画見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。僕たちマステクの動画楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントとよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。